チャオ、あっちゃんです。あっちゃん今日休日、ゆるっとね休日やねんけど、デザートタイム、最近もデザートタイムね、市販のお菓子じゃなく果物を食べたくてね、で買ってきました。ポポを、ポポをね切りたいと思う。半分に切ってね、でスプーンで食べるっていうのがポポやねんけどね。いきましょう。どう切ろうかな。よいしょ。はい。あれ、切れへん。はい、どうぞ。これ、はい。これでっかいな。どれを食べたい？スプーンやるよ。パカッと。ああ、うまいこと切れ。もう完熟やからな。スプーンで食べてください。はい。スプーンやる。はい。種子をほかしとき。からで一番でかいやつや。よいしょ。ではいただきます。これね、半分に切って、ね、種あるからなかなか開くのが難しいけどね。森の、プリンポポ。いただきます。あ、大きな種。甘っ。めっちゃおいしい。3個で280円って。だね、プリン1個買ったら1個100円ぐらいするから。ポポ3個で300円ぐらいだったら何もかな。この前食べに行くけど、この前買ってきてヒカと食べようったけどね、美味しかった。量は今回初めてね。昔食べさせたことあんねんけどな。プリンって見た目だけで、クリーミーやろ。南国フルーツみたいな。もともと南国フルーツやと思うけどな、日本の気候でも育つから。昔 G 育てとってな、で何回も食べたことあるよとったで。そんな美味しいもんじゃないと G 育てていったらいらん、あんなまずいって言うね。日本育てたから。美味しいよな。そうそう、これはうまく育てて、うん、食べ過ぎたんかもからんな。種がね、あ、そう、種がいっぱいあって、種いっぱいあるから食べにくいとか言って、種あるからほとんど食べるとこないって言うと確かに種いっぱい入っとんねん。これ種やねん。これが取りにくいん。アボカドみたいに1個の種ってんやけど、細かい種が何個も入って品種改良して、うん、こんな種が入っとんのよ。黒豆みたいな。これがね、4つ5つ入ってんのよ。育てたいな、食べられた。うん、なんか俺が見たやつなんかでっかいもんやと、まとめちゃ足りよ。食いたいな。え、まあ食べたやろ、美味しいやろ。めっちゃ焼き塗ってるわ。また凍ってくるわ。食うかい。土日は行かへん。土日は遠いとこから来てくれる人のために行かへんね。美味しい。でちょっとベタベタになるけどね。皮ちゃん身がやっこいからね、剥いて食べるよりもスプーンでこうやってこの上で食べたら色って書いてあるんだよね。ポポ木のプリンって言われるね。で熟すのが早いから地方発送ができへんかったんで、昔は。だから一応言われたけど、今もうね流通が良くなってきてるから
いろんなところでも食べられるようになってきて、だからまあ最近ようね手に入るようになってきたらしいけどね。でもね、宇陀ではね昔から育てられてたみたいでやってんけど、今まで売ってなかったんやけど、なんかテレビかなんかで紹介されて、幻の果実って言って、でネット通販とかでまあまあええ値段しとってん。だから言ってんけど、もう宇陀で道の駅で売ってね280円で3つで安いからね、買ってきてんけどね、ありやと思います。はい、ということで、あっちゃんの今日の、デザートフルーツタイムはポポを食べました。ポポってね、あのなかなか、なんていうのかな、貴重といえば貴重、そこの産地でないと食べられへんくってね。でポポを復活させたとかでテレビやっとってんけど、でじいに聞いたら、でうち育ててよって聞いた、あんなおいしいないって嫌いやって言うから、育ててくれへんかって、じいってお父ちゃんにね言ったら、こんな言われて、でテレビこんなん言うとったら、素直だろう、あのオーダーやったら何本でもこんなん育てて、うち何本でもいっぱい育てとって食べ過ぎて嫌いになって言うから、いや子供のために育ててよって言ったら、いらんって言われで食べられへんかってなかったんけどね。オーダーのこの気候ではねちゃんと育つみたい、だから道の駅で結構売ってんねんけどね、なかなか美味しい、量がハマって食べております、量結構こういうねフルーツ系好きやからね、はい、ということでね、やっぱあのなかなかこういうのはあっちゃんも好きやからね、やっぱあのこれも旬のフルーツやからね、まあ、こういうのありやと思います、まあ、こんな感じでね、旬のフルーツ、旬の、野菜買ってきて、これからも食べたりねして、体のためにもねいいものを食べるってすごい大事なんでね、こういうことをいろいろしていきたいと思います。はい、ということで、道の駅にはねこういうものがいっぱいあるとね、道の駅結構穴場というのかな、あのその地区その地方の農家さんが持ち込んでもいっぱい売ってるから、あっちゃんは大宇陀やから、大宇陀の道の駅行ったらこの大宇陀のねお野菜が集まってたり、で灰原とか歌の行ったらアグリマートと灰原の歌のにあったり、灰原も直販店直販所みたいなのがあるから、そういうところでね、地方室尾にもあるね、室尾の道の駅もあるんだけどね、とかハリテラスのところにもあるし、で山降りたらねエバグリーンもそうやね、地元の人が持ち込みとかあるし、でもうちょい行ったら寄ってってがあるし、でマホロバ市場があるしね、マホロバ広場か、マホロバなんとかJA のね、あそこのもあるし、吉野じゃあのあそこ飛鳥の方行ったら飛鳥の夢市場か夢広場かなんかあるし、吉野行ったらね、あの吉野は吉野であるしね、大江戸とかあるし、そんな感じでね、地の野菜を食べるってすごいいいことやと思うね、野菜果物で、この時期ね秋はね果物も美味しいね、だからねちょっとね、あの車が来たら、あの吉野柿買いに行こうかなと思ってんねんけどね、そうか、誰かと行ってもいいしね、まあ、あの分かんないけどね、まあ、車が入ってきたら書き換えに行こうかなと思ってるけどね、まあ、そんな感じで、書き好きやろ、書きちゃうわ、量は書ききれいの、量は書ききれい、なしは、なしは大好きやね、なしもね吉野の方あるしね、またいろいろ果物、旬の果物買ってきます。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんのポポーの紹介、良かったと思ったら高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。美味しかったよ。森のプリン、ポポーでした。マジで美味しいよ。